エスタディオ・サン・マメスは、スペイン・ビルバオにあったサッカー専用スタジアム。リーガー・エスパニョーラのアスレティック・ビルバオ、バスク代表のホームスタジアムだった。スタジアムの名称は、スタジアムに近くにあるサン・マメスと呼ばれる教会に由来する。セーマメスは3世紀に生きたキリスト教の聖人であり、ローマ皇帝アウレリアヌスによって、ライオンの群れの中に投げ込まれて殉教した。愛称は、ラカテドラル。 1913年に開場したスペインで最も古いスタジアムである。約4万人を収容でき、献身的で忠誠心の高い群衆による、他に類のない創造しい雰囲気で知られていた。スペインで開催された 1982FIFA ワールドカップでは会場の一つとして使用され、大会に向けて大規模な改修工事が行われた。 2010年6月28日には、オーストラリアのロックバンドである AC、DC が、ブラックアイスワールドツアーの最終ステージをサンマメスで行った。2006年3月、5万3千人を収容する新スタジアムの建設計画が承認された。新スタジアムは、サンマメスに隣接するビルバオ国際、貿易展示場跡地に建設され、2013から2014。 シーズンから使用された。サンマメスでは2012年5月26日、リーグ第37節レバンテ UD 戦が最後の試合となった。試合は0から1で敗戦、最後のゴールはファンルゴメスによるものだった。試合後にはセレモニーが取り行われた。シーズン終了後の2013年6月5日に、平常、翌日6日に取り壊された。 サンマメスのパノラマビュー、ありがとうございます。